悲しいニュースが世の中に溢れている。誰も心も光もあれば闇もある。だが人として幸せとは何か。みんなが笑顔になれれば些細なことでも共に笑おう。手と手つないで輪になろう。この命ある喜びを噛みしめて、家族といられること、友達といられること、あなたといられること、それだけで今日を共に生きる仲間がいる。それだけで幸せなんだね。毎日どこかで命が生まれ、消えゆく命を惜しむ声。喜びもあれば悲しみもある世界、改めて気づかせられる。一秒一秒心のある不安に、あなたの笑顔を抱きつけて、僕の人生の宝にしよう。ありがとうございました。福田正史でした。